チャンネルこんにちは現役高校音楽教師ピアニストまゆみです今弾きましたのは坂本龍一さんの名曲戦場のメリークリスマスの映画の中のメリークリスマスミスターローレンスという曲のサビの部分を少しだけ弾いてみましたそれではよろしくお願いします今日はですね日本人はプレイヤー側になりたがる人がとても多いということをお話しさせてください あのね何かを始める例えばピアノを始めてみたいバイオリンを始めてみたいそれからお料理を習ってみたいそれから文章を書いてみたいとかねそういうことを始めるっていうことは本当に素晴らしいことだと思います。うん、なんですけどねあのー、私はピアニストだからピアノでお話しますね。ピアノ、うん とかまあ、音楽の例でお話しますけどじゃあ例えばあの私ピアニストっていうのはいつでも一人でステージに上がりますのでこうその他大勢になることはないのね、えー、とこれいつも言ってることなんですけど私のこの表現が若干リスっているようにまたは上から目線でものを言ってるように聞こえちゃう方もいらっしゃると思うんですけどそれがねどうしても気になっちゃう方はあのちょっとごめんなさいね。私そういうい 表現が多いかもしれませんもしそれがどうしても気になるっていう方はちょっとあのここからお付き合いいただくのは無理かもしれない私これからもそういう表現は使ってしまうと思いますあと生徒に対してこれをやらせてるみたいなこととかも言ってしまいますあのそれはあの私あのりの愛情の表現なので、はい、例えばでは音楽でいきますねじゃあ例えば仮にですよ管楽器を始めてみようとね何でもいいですじゃあフルートにしましょうかフルートを始めてみます。で 少し習い始めましたでなんかあの、まあ、同好会とか仲良し会くらいのそういうちょっとしたアンサンブルのとこに入れてもらってちょっとなんか人前で弾く機会を一回経験したともうすごい嬉しくなっちゃってなんかあのものすごく練習するっていうのはすごくいいことなんですけどなんかね自分がね演奏家になったみたいな気になっちゃう人がいるみたいなの。 ははいいっきり申しますすね勘違いですそれはそれはどういう意味かというとね例えばお子さん幼稚園のお子さんが、ね、このこのちょうちょぐらいを弾けるようになったとしますでそれを発表会で弾きますと「そりゃお,おばあちゃんもおじいちゃんはどんなに遠くたっていらっしゃってもすごいすごいすごい」って言ってくれると思うんです。はいいこれねそれねそとはあまり変わらない ままあまあこれできるようになったからぜひ見てほしいのっていう心境になっちゃう人がものすごく多いんですね。これかなり言いにくいこと言ってますけどこれすごく大事なとこなんでぜひ聞いてください。例えばじゃあ今のね長ょだったとしても例えばこのメロディーをねきれいに弾くとか伴奏をねなのか、まあ、どういうふうでもいいんですけど。 一曲でも一生懸命練習したことのある人ならあれこんなすごく簡単な曲でもこんなに難しいんだなプロの人ってすごく簡単そうにスムーズに美しい動きで弾いてるからさもねあの簡単そうに見えていたけれどすごく実際に綺麗に弾くって難しいことなんだなメロディーを浮き立たせるって難しいことなんだな 指の配分をね変えてとか伴奏をつける両手で違う動きをするってすごく難しいことなんだなっていうことに気づくはずですそうなったらちゃんとレッスンにやっぱり通おうとか他の人のもう少し上手な人の演奏を聞いてみようとかそういう風になるはずなんですねところがね何て言うのかな一回でもちょっと人前での披露っていうことをね経験しちゃうと。 なんだか知らないけどすごく自分上手になっちゃったみたいなこう勘違いしちゃう人がいるのね。うん、であの何ていうかなそれねすごく危険なことだからあの本当に一つでも何か取り組んでみればそれは文章を書くでも。 お料理を作ってみるでも、お洋服を作ってみるでもいいんです。例えばプロの仕事だと、ああ裏の縫い目が実は二重になってるんだとか、二枚巻きになってるとか、あの縫い止めがあるとか、裏地が実はねあの二重になっていたとか、そういうことって絶対わかるはずなんですよ。一回でも何かのことにちゃんと取り組んでみたら、そしたらもっと他のものを あの見てみようとかプロの仕事を見てみよう聞いてみよう感じてみよう体験してみようって普通はなるはずなんですけど何だか知らないんだけどちょっとでもなんかこう人に褒められちゃったりとか人前で披露できちゃったりとかするとなんかすごい自分すごい上手になっちゃったみたいなふうに思っちゃう方っていうのがね多いね。で自分の研鑽っていうんじゃなくてとにかく人前で弾きたい吹きたい、えー、歌いたい。 見てほしいあの食べてほしいとか学んでもいいんですけどっていう風になっちゃう人も多いのねそれってねもう一回言いますけどママ見て見てできるようになったからって言ってるのとあんまり変わらないだから大人はねそれを非常にまずいしそもそもあのプロの動きっていうのは無駄がないから美しく簡単に見えるわけねこの動きを私体得するために半世紀かかってるわけですからそりゃその同じ なんててうのあのステージででもの言われてもやっぱり困るんですよねだからなんかねこう地元のそういうオケとかあの地元ってあの例えば名古屋で言うと名古屋フィルとかじゃないですよそういう意味じゃないもっとなんかあのじじ自治体の有志が集まってやってるそのねやってること自体は尊いと思う私そして中には本当にしっかりやってらっしゃる方もあってちゃんとレッスンに通っている方もいらっしゃると思うんだけどなんかねそういう方って自分 たちが見ててしいいばっっかりで人の演奏を聞きに行こうってないんだよねあとちゃんと自分の個人の練習をもっと頑張ろうとかそれから他の自分たちと一緒ぐらいのレベルの人ちょっと上の人すごく上の人っていうのをもっと聞いてみようとかそういうね発想に至らない方が実はすごく多いの自分たちがが見て欲しくてししくょうがないとにかくプレイヤー側に回りたい人もものすごく多いんですね。うん、弾たたい歌いたい歌 え見てほしいそれから買ってほしいそれはもの作る人も一緒ね絵描くでもいいしそれあの芸術的な油絵とかそういうレベルのものじゃなくってもなんかイラスト、うん、あのこれ勘違いしないでほしいのはどんなことでも取り組むってす素晴らしいことだと思う。でも取り組んだら 必ずその奥深さに気づくはずちゃんとやればそしたら自分はもっと勉強する必要があるなとかプロの演奏を聞いてみようとかプロの味を食べに行こうとかプロの手仕事を見てみようとかもう少し例えばファッションデザイナーになりたい人だったらねやっぱりパリに行くわけでしょパリとかロンドンに。それは外人の着こなしを見てみたいとか。その どうしたらこういうラインになるんだろうとかいうことをもう日夜研究するわけじゃないじゃなくて何でか知らないけどちょっとできるようになっただけでなんかもう人前でもうあの披露したくてしょうがないみたいな人すっごい多いのね。とにかくとにかく自分がその表現する側に回りたくてしょうがない人が多いっていうのはちょっと驚くんですね。で結構プロとおんなじ立ち入りので物言ってくる人いるから驚いてしまう。あのね、それね これも言言いいにくいけどはっきり言っておきますものすごく失礼なことだからそれはなさらない方がいいですよ。例えばじゃあ音楽で言うとちょっと地元のオーケストラにで少しそれも。 一人でステージに上がってるわけじゃないでしょ。そういう例えばフルートの人だったらワンフレーズ、もしかしたらソロンとどこがあるかもしれないけど、一人で上がるわけじゃないじゃない？うん。だから一人で上がってるプロの人に向かってあれってこうですよねみたいなことをなんかこう対等的な感じで物を言ってくる人ってたまにいて、もうびっくりしちゃうんですけど、すっごい失礼なことだから絶対それはなさらないことをお勧めします。そしてあのそういうことをするとね、あの <laughs> はいご自分のためにならないから。 でね謙虚にねああのこういう難しさがあるってことに気づきましたみたいなことをおっしゃるとあこの方は本当に音楽が好きで一生懸命やろうとなさってるなっていうふうに思いますよはいいつもありがとうございますちょっと言いにくいことは今日言ってみました日本人はプレイヤー表現する側に回りたい人がすごく多いってことですでもそのためには表現者として人前に立つには勉強してください 本物の思考でいきましょう。いつもありがとうございます。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。thank you for watching。サブスライムの入れるってプリーズそう！c。あなたはパス最後までご視聴ありがとうございました。